少なくありません。そうではなくて、理性的な討議、これを実践することによって、まあ根拠のない不当なそういう主張を除外しやすくなる。これがポイントの2つ目です。この第2のポイントに関して、ドイツの哲学者ハーバーマスが非常に面白い考えを提示しています。まあ妥当要求という考えです。ハーバーマスによれば、教師が学生に、水を、まあ、一杯持ってきてくれないかと要請した場合、強制ではなくてお願いをした場合、その学生は3つの妥当要求のうちの1つ、または複数を論拠にして、その教師の要請を拒否することができます。第1、要請の前提となる事実を根拠にして、その要請を断ることができます。まあ、例えば、近くに水道がない、したがって授業中に戻ってくることはできないんだと。近くに水道がない、こういうふうな事実に基づいて教師の要請を拒否しているわけです。これを心理性というふうに言います。第2の妥当要求は正当性です。この正当性というのは、規範的に正当かどうか、こういう観点から判断することです。まあ、水をいっぱい持ってきてくれないか、こういうふうにお願いされた学生は、その教師の要請が規範的に正当か否か、こういう観点から断ることもできます。まあ、教師は学生を使用人のように扱うことはできないんだと。これは、事実を根拠にした反論ではありません。事実ではなくて規範を根拠にした反論です。そして第3に、教師の主観的な誠実性を根拠にして教師の要請を断る、そういうことも可能です。例えば、教師は私に恥をかかせようとしているだけではないかと、こういうふうに教師の主観的な内面的な動機、その誠実性に疑問を呈することで教師の要請を断ることができます。まあ、このように無作為抽出によって市民が選出される、こういうふうな市民が理性的に討議を重ねる。まあ、その際に今お話したように、単に主張するだけではなくて、妥当要求という根拠を挙げて主張をする、根拠を挙げて主張をしながら討議を重ねていく、こういうふうなミニパブリック姿の討議が合意形成にとって非常に有効ではないかというふうな認識が広がって、現代日本では市民討議会という実践が広がりつつあります。こうしたミニパブリック姿の討議民主主義は非常に有望であろうというふうに思います。しかし、すでに対立の構図が成立している場合、うまくいくとは限りません。例えば、賛成派と反対派が非常に激しく対立している、こういう場合には
いくらミニパブリック姿の闘技民主主義を開いたとしても、現実には合意を得ることは難しいかもしれません。無理に合意を得ようとすると感情的な反発を招くだけかもしれません。どうすればいいのでしょうか。ここで浮上するのが交渉という技術です。特にハーバード流交渉術、これは非常に定評のある交渉術であって、今からこのハーバード流交渉術のエッセンスを学んでいきたいと思います。まあ、ハーバード流交渉術によれば、我々は通常次のような交渉をしています。双方ともある立場を取る、そしてその立場を弁護する、そして最後には妥協に至るための譲歩をする、こういうふうな交渉です。そしてこういうふうな交渉にあたる際、強硬姿勢、まあハードな姿勢でいくか、それとも柔軟な姿勢、まあソフトな姿勢でいくか、こういうふうに考えやすい。もし我々が強硬姿勢で交渉を望んだ場合、まあ、相手が柔軟姿勢で対応すれば、確かに我々の要求は通りやすくなります。しかし相手も強硬姿勢を崩さなければどうなるでしょうか。時間稼ぎをするインセンティブが働くため、なかなか合意には達しないに違いありません。まあ、仮に合意に達したとしても、足して2で割った、そういうものにしかならないでしょう。そして決定的なことに、双方の人間関係を悪化させ、時に破壊してしまうかもしれない。では柔軟な姿勢、ソフトな姿勢を取ればいいか。